今から腫瘍マーカーについてのご説明をいたします。ピブカトゥエクリア法の基準値は40ミリアーベトリーユニットパーミリリットル未満、ラテックス凝集法の基準値は1マイクログラムパーミリリットル未満とされています。健康な方の血液中には存在せず、ビタミン K の欠乏時や肝障害、肝細胞がんなどの血液中に出現します。肝細胞がんでは 50% 以上の陽性率を示しますが、肝硬変での陽性率は 10% 以下で、肝がんと肝硬変との鑑別にも有効です。ただしビタミン K が不足している方やワーファリンなどの抗凝固剤を服用した時、アルコール単位でも検査値が上昇します。アルファフトプロテイン L3% 基準値は 10.0% 未満とされています。アルファフトプロテイン中にどのくらいアルファフトプロテイン L3% が含まれているかを示した値です。肝細胞がんの細胞が産生するアルファフトプロテインはタンパク質の構造の一部が少し変化しており、レンズマメレクチンと結合できるようになっています。アルファフトプロテイン L3% は肝細胞がんで増加するため腫瘍マーカーとして使われます。各マトリックスプロテイン22基準値は 12.0 ユニットパーミリリットル以下とされています。細胞分裂の制御に関与するとされています。尿路上皮がんでは細胞死に至って核内のマトリックスタンパクが下葉型となって尿中に放出されるため、尿中核マトリックスプロテイン22が尿路上皮がんに対する腫瘍マーカーとして用いられています。尿中 PTA 基準値は20マイクログラムパーミリリットル以上を陽性としています。尿中 BTA は早期膀胱がんでも尿細胞診に比べ陽性率が高いが、膀胱炎における陽性率も 60-80% と高いので注意が必要であります。ご清聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。